皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日はアメリカンチェリーの見分け方についてご紹介をしたいと思います。6月7月ぐらいになってくると輸入のアメリカンチェリーがとても美味しい時期になってきますよね。スーパーでもたくさんのアメリカンチェリーを見ることができます。ではその中、アメリカンチェリーどのように見分けたらいいのか皆様ご存知でしょうか。ポイントは2つです。ポイントのその1としては、こう果実全体に張りのあるものを選んでください。このようにへこんでいたり、あとはこのように割れていたりするものよりも、このように全体に割れがなくってこう張りのあるものを選んでいただくと、美味しいアメリカンチェリーに出会う確率が高いです。もう一つは色ですね。なるべく色味の同じダークチェリーというか、まあ、色味の濃いものを選んでください。まあ、これちょっと実を言うと、時期によってアメリカンチェリーって出回る品種が実は違ってて、まあ、ビングとかブルックスとかコーラルなどいろんな品種が出てるんですけども、まあ、それはあまりスーパーでは品種までは歌ってないんですが、ビングという種類はとても甘みが強くて、まあ、果肉もしっかりしてて皆様に好まれる品種だそうで、まあ、皆さんがよく食べているアメリカンチェリーもビング種というものが多いのではないかなと思います。でそのビング種に関して言うと、この色味の濃いものを選んでいただくと良いかと思います。でビングが終わってもう後半戦ですね、アメリカンチェリーの後半戦になってくると、レーニアという品種が出てくるんですけど、そちらはもう本当に日本のさくらんぼのような、まあ、砂糖錦のような赤みの強い色になってくるので、まあ、そうなってくるとまたちょっと選び方が変わってくるんですけど、今最初の方に最初から中盤ぐらいに出回ってくるビングという品種に関しては、まあ、このようにね、色味のちょっと黒めの強い色を選んでいただくと良いかと思います。今日はアメリカンチェリーの見分け方についてご紹介をしました。私、野菜ソムリエの資格を持っているんですけれども、野菜ソムリエについてもっと知りたいな、野菜果物について知りたいなと思う方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。チャンネル登録をすると1日90秒で野菜果物の勉強ができます。野菜果物の知識を増やして豊かな生活にしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。